あのさ、今日さ、なんかショック出てるんだけど、仕送りが届いて、なんだろうなって、待って、いつもな、時々仕送り届くのなんかお母さんから、なんか書類が送られてきたりとか、カードが送られてくるときに、一緒になんか食品類も送られてくるんだけど、今回はあの保険証がね、期限が切れたということで、新しいのにしましょうよっていうことでね、新しいのが届いたんだけど、開けてみたの一回、ちょっとびっくりしちゃった。狂気じゃんと思って。なんか聞かれた、まず最初に。カップラーメンがいいって聞かれた。でもカップラーメンさ、ずっと言っとるけど、カップラーメンさ、肌が荒れるんですよってずっと言っとったやん。仕送りのせいで肌が荒れに荒れやがってよ。なんとかしてくれよ。お母さんなら言っちゃいました。って言ってたんだけど、だからあのお母さんに、カップラーメンだけはやめて。お願いだから。本当にって言ってた。でも待って、これ今さ、洗面台の前で座ってるんだけどさ、いつもさ、173センチの上から見下ろしてるじゃん、洗面台を。でもこのさ、今下から見下ろしてんの。なんかすっごい汚いとこあるんだけど、自分こんなとこで歯磨いたり顔洗ったりしてたの？めっちゃ汚いじゃん。見たくないんだけど。それで、何が送られてくるんやろと、ドキドキしてたわけなんですよ。いや、送られてきましたって言うて、送られてきました。ダダーン。見て、ほんと狂気だよ。って、こっち何ってね。何これっつって。って、もう二度見した。何この銀色のものは。なんかちょっと危ない薬でも入ってるんじゃないの？やめてくれるか。と思ったんだけど、びっくりすることにすべて、ウィーダーインズリーが、入ってました。怖い。お母さんの考えていることが怖いです。ビタミン12種類の緑色もあるし、黄色いのもあるし、青いのもあるし、全種類あるんじゃないかと思いますよね。ないんです、それが。黄色と青と緑しかないっていう、なぜこの3種類しかないのか。僕にはわかりません、お母さんの考えていることが。焼き枝、これマジで本当好きってこともないけど、多分ね、人生で1回ぐらいは食べたことあるんだよね。超好きなの。てかさ、場所移動していい？すっごくこの場所辛かった。なんで地面に座らないのって思うかもしれないけど、ちょっと座ったら暑いんよ、なんか知らんけど。お尻が熱くて、だから今、下半身裸でやらさせていただきます。すいません、本当に。想像しないでください。お前、こっから下裸なの、こいつ。想像しないで。興奮しないでよな。はい、始めよう。でこれは、食べます。美味しいです。これ、本当は、焼き枝豆だよ。枝豆に関しては、自分は面白いエピソードがあるんですけど、これ言ったっけ？言ったかもしれない、もしかしたら。言ったかもしれないんですけど、覚えてる人がいたら、その話です。覚えてない人がいたら、気になる人がいるんだよね、みたいな動画見といて。それに言ってるかもしれない。言ってなかったら、またいつか言います。これが2つ入ってました。多分、自分の家の近くの、自分の実家の近くのなんかお寺でもらえる瓦せんべいが入ってました。こうお寺の名前入ってるので消してますけど。こう本当に好きな自分、瓦せんべいが。マジで好き。親たち、家族たちが誰も食べないんだよ。だからもう、なんかお寺さんが家に来た時って毎回瓦せんべいくれるの。ん？本当に？嘘かもしれない。わかんないけど、絶対くれるんだよね。で、誰も食べないの、家族みんな。なんで食べないの？硬いから？自分歯が強いの？でも絶対家族の中で一番歯が弱いと思いますけど、私。って言ってるんだけど、自分しか食べてないので、すべて送られてきてますね。この量です。ありがとうね。そして、何これ、このオブジェみたいな。何インテリア違います。三つ飴ゼリー。何それ、三つ飴ゼリーって。はぁ、はぁ。三つ飴ゼリー。何三つ飴ゼリーって知らない。自分はさ、こういう日本です。過去の日本です。みたいなお菓子はよくわからないので、僕にはちょっとレビューはできません。あとこれ。何これ、またさ、日本です。みたいなやつはないの？アテノア。アテノアってとこらしい。アテノア。絶対さ、これさ、見えちゃってるんだけどさ、初中見舞いとか なんかのあれじゃないの？絶対これあれでしょ。親戚の誰かからもらったやつをさ、こっちに横流しにしてるんでしょ。いいんだけどさ、絶対そうだよね、これ。この包みはそうでしょ。誰かからもらったやつ、もう私たち食べれませんよね。パパよ。私たち、これ食べれませんよ、この二人で言うて。もう、次男に渡しとこうか、言うて送ってきたでしょ。アテノアって何なのかっていう話。待って、これ知ってる。大好き。待って、ごめん。アテノワ知ってた。アテノワで合ってるのか知らないんだけどさ。もうさ、これなんで、マトリョシカがなんか？なんでこんな開けれないんだ？
わー、とっても美味しそうだ。とっても美味しそうだ。ありがとうな、くれた親戚よ。無事、次男のお家に届きましたと。もう一個も一緒なのかな。何、怖いんだけど。今日さ、バイト行ってたんだけど、全然いつも水買っていくんよ。水買っていくか、まあ、水筒に入れていくか、水筒に入れていくって、まあ、1回しか入れてたことないんだけど、水筒に入れていくかして、水持ってってんだよね。でも今日忘れて、買いに行くのはめんどくさくて、お昼ご飯食べに行ったんだけど、その時は水買わなきゃってこと忘れてて、マジで死にそうだった。絶対熱中症で今すっごい気持ち悪いもんだって。もう帰ってきてからずっと気持ち悪いの、今。気持ち悪い、吐きそう、やば、終わってる、やば、死ぬ、気持ち悪い、頭痛い、絶対熱中症の症状なの。あー、違う色だ。多分チョコですね。なんか今回は少なかった気がする。あれ何、仕送り。まあいいんだけど、びっくりすることに、なんと今日ついに使う用の貯金口座の預金が1万円を切りました。だから僕の貯金してる方の銀行から出して入れます、明日。くそ、ついに貯金が生活費に流れていってしまうよ。最悪だ。はい、今日ってもしかしてこの動画サブチャンネルなんですかって思ってる方いるんですけど、全然本チャンネルで上げてもらえませんます。すいません、それはさすがに。夏休みだから動画上げたいんだけど、時間がないから上げる動画もなければやることもないので、こういう変な動画も出していかないと。夏休みなのになんで動画出さないの、あたちくん。なっちゃうから悲しいよ。てかさ、みんなさ、夏休みなの、本当に。自分さ、大学生とかになってくると夏休み感覚がゼロって、本当に自分夏休みなのかなと。何も予定がありませんが、本当に僕は夏休みなのかと。大学3年生足立、本当に夏休みなんですかんと思ってるんだけどさ、自分夏休みかな、聞いてる今、みんなに聞いてる、足立って夏休みだと思う人は今いないよね。だってこれまでの生活なら変わりなん。なんとかして夏休みが来てほしいなと思ってます。ということで、もうすぐチャンネル登録数が1000人いくので、高評価、チャンネル登録でよかったらコメントお願いします。なんか顔赤くない？マジで熱中症か、すごく暑さが原因なんですよね。うわ、もう顔が疲れてるわ。あやちくん最近頑張ってるよねってみんな思ってるかな。よく高評価チャンネル登録お願いします。言えてないですよ。高評価チャンネル登録、高評価とチャンネル登録とコメントお願い、なんだっけ、お願いします。みんな暑いけど頑張ろう。もしくは日本から外に出れば暑くないかもしれないよ。バイバイ。